想チャンネルです。今回は、脳内メーカーで、スワローズ野手の脳内を覗いてみます。脳内メーカーとは、名前を入力するだけで、脳内をこんな感じの図で表現されるサイトです。ちなみにこれは高津監督の脳内です。金のことしか考えてないようなので、来年も優勝お願いします。遠投チャンネル。では、今シーズンの打順の順番で見てみましょう。まず最初は、1番、センター、塩見。エッジが中心、たまに遊んでます。しょっぱなからとんでもない脳内が出てきました。でも、この脳内は誰でしょう？って聞かれたら、私は塩見と答えちゃいます。乳首のスキャンダルがありましたからね。続いては、2番、レフト、山崎。おちゃらけキャラの山崎選手は、意外と真面目に学び、ごく稀に学びすぎて狂っちゃいます。明るい性格でどこかふざけているように見えますが、宮本慎也さんは、真面目で一生懸命、好青年と言っていたので、意外と当たっているかもしれません。続いては、3番、セカンド、山田。遊ぶのが好きで、人には言えない秘密を抱えています。職にも興味があり、嘘つき。今シーズンはコロナで一時離脱しましたが、ほぼ1年間出場し、侍ジャパンの強化試合にも出場したので、オフはゆっくり遊んでください。そしてこの日、というのは、これのことでしょうか。続いては、4番、サード、村上。休みたい。でも金は欲しい。4年間ほぼフル出場の村上選手は、本当は休みたいみたいです。ラジオに出演した時に、プロ野球選手以外でやりたい職業を聞かれ、お金持ちになれれば何でもいいです、と回答しました。お金が大好きなんですね。続いては、5番、ファースト、オスナ。友と遊びしかない有料助っ人。ポストシーズンで大爆発のオスナ選手。友というのはサンタナ選手のことでしょうか。続いては、6番、キャッチャー、中村。意外とお金が大好きです。多くは語らず、泣きたい時は泣きます。スワローズの絶対的正捕手は、昨年1億円プレイヤーとなり、お金持ちです。来年の自主トレは、中村選手主体の中村屋を結成。他球団の星と自主トレをしますが、すべては語らず秘密にします。続いては、7番、ライト、サンタナ。金、秘密、愛、休みが少々。あとはすべて悩んでいます。何か相当悩んでいるようです。何でしょうか。髭を剃ろうか剃らないかで悩んでるのでしょうか。私は剃った方が良いと思います。日本は高温多湿ですからね。続いては、8番、ショート、長岡。よく3分の2、秘密3分の1。今シーズンショートのレギュラーを勝ち取った長岡選手は、何か知りませんが、欲がすごいようです。あらぬ方向に行かないでください。続いて控えの選手です。まずは、川端、慎吾。考えていそうで頭は空っぽ、突然嘘をつきます。ツバメのプリンスはプライベートではぼーっとしていますが、突然嘘をつき、頭の中心に秘密を一つ抱えています。なんか怖い。続いては、宮本、たけし。嘘つき遊ぶの大好きお金好き。悩みが少々あります。なんか中学生みたいな脳内ですね。宮本選手は暇さえあれば練習すると言っていたので、これは違います。山崎選手の脳内にしましょう。続いては、内山、相馬。遊んで食べて嘘をつく、友達を大切にします。宮本選手も中学生みたいでしたけど、内山選手も中学生みたいじゃないですか。ここからテンポアップです。続いては、浜田、大輝。家で遊び欲を満たします。続いては、丸山、和也。秘密と遊び、時々 H。続いては、太田、健吾。友と秘密、お金と遊び好き。最後はあのレジェンドです。青木、のりきか。前頭葉は H、後頭葉は悩み、それに挟まれているのは、I。日米通算2648安打の安打製造機は、やはり H のランプのことで頭がいっぱいです。それとも H かな？しかし、何か悩みがあるそうです。ヒットか H かで悩んでいるのでしょうか。以上、スワローズ野手陣の脳内でした。
私が一番面白かったのは塩見選手の脳内です。皆さんは何でしょうか？ぜひコメント欄に書いてください。この動画が少しでも良いと思ったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルではスワローズに関する動画を投稿しているので、遠投の皆さんはぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。